はい、どうも皆さんこんにちは、エルツです。さあ今回は神10日のエレ使っていきますということで、今回シーズンマではなくね、このシャブで使っていきます。はい、まあ、本当はシーズンマッチで使おうと思ったんですけど、今日の補正だったりとかね、あとデッキがちょっとね、やっぱネタ寄りなんでじゃこのシャブで、やっていこうかなと思います。なんかこのファネル本当はスキルマッチついてる想定なんですけど、ちょっと今回ねコロシアムってことでバッチがついてない状態での仕様となります。はい、で神10日のエレ性能なんですけども、スキルが 20% 大事を受けてアタック3倍、もうザ・ノイルって感じの性能ですね。はい、大事を受けて超火力出していくと。でコンボスキルが 1mm60% から発動できるアタック 1.8 倍となっています。はい、で今回のデッキが暗黒神タン、久々久々ですね。実はねこれ一回動画にしてるんですけども、まだ知らない人のために一応言っておくと、暗黒神タンっていうのはですね、この、ノイレとエンデガ、これがまあ暗黒でいうところのシェンメイだと思ってくれればいいです。まあ暗黒アタッカーね。はい、でまあまあフギムニとか、あとまあフェリプティが団体だよね。フェリプティが団体でフギムニとか、まあリカルとかロンレイとかジリアンとかそういう役目です。はい、でファネルが結構重要で、ファネルはねこのコンボ動作にばらまいてくれるんで、そうまあ要はこの回復とかシールドとか置いてバフもかけつつ、だから最後に一撃ドーンっていう感じ、もうまさに暗黒の立ち回りとすごい似てるんですよね。そうっていうところでそういうデッキとなっております。はい、なんで神タン版の暗黒みたいな、そんな感じですね。さあ結構進んでますけども、相手今これ2回目のリビアタンですね。はい、で、0.0 ね、これ本当は普通の神タンだと置かれるときついんですけど、こっち回復とかシールドで一応耐えれるんで、はい、これも全然ね許容できるというところがまあ強いですよね。最低罠を置いてくる、これは B 罠なんでそんな気にしなくていいかな。さあティラン、ティランも引いてください。そうティランね、最近ゲットしたんですよ、あの激闘。これで激闘コレクションを着たい時に引いて単発でちょっと当たったんで、めっちゃ嬉しかった。はい、あと金馬もね、あの早速採用してます。はい、あの3000万のガチャゲットしたんで早速採用しております。すごいねこのデッキに相性いいんですよ、金馬も4ターンフォースが。さあ相手3回目のアビセル結構あのレビアさんだけでダメージ入ってますけど、しかも毒オーラ引いてるからね相手。毒効果アップ引いてるんで、ちょっとそれはね嫌なんですけど。さあ来たファネル、これでちょっとコンボ同士をばらまいていただくという感じで。はい、まあ本当はこれね、E3 とかに出ると強いんですけど、まあこれはまあ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 。さあ相手ここで置いてくるのが、まあちょっと悩んでますけど、英語マのアックスのアズリエル置いてくると。でこの感じ多分ねサタン持ってなさそうなんで、多分この時点で打った方が相手いいと思うんで、これちょっとねノイル3枚返ししちゃいます。これは 20% 残るあれがないんで、そうこれ 20% 残すのが意外と難しくて、はい、まあ、もう回復入れつつ 20%、 そしてこのレビアタンを手駒に戻すことによってドローさせないっていうね。そうこれでまあもし今サタン持ってないとしたらサタン引けないんで絶対、これ引けなくしていくと。さあ相手は悩んでますね、これはこれ悩んでるってことは多分サタン持ってない、まあ引けないんで、これはレビアタン出すしかないと。ただこれも耐えていく、ちょっと危ないけど、そしてノイルコンボつながってるんで、これエンデガでフィニッシュしていきますね。さあエンデガ右下 X でノイルコンボ 1.8 倍2枚返し、オッケー。はい、ということでこんな感じですね、暗黒神タン。では次2戦目いきましょう。2戦目は火炎デッキ。火炎はね多分普通の神タンの方が相性いいね、うんこっち何よりその耐久型だし、デッキがね耐久系、まあ耐久寄りのデッキだし、しかもパネルでその動線構築のためにコンボ動線を増やすためにね、コマ数増やしたりするんで、ちょっと相性悪いですねこれはね。なんか多分普通これあれかな、普通の神タンだと思って X 打ってきたのか分かんないですけど、まあそれちょっと変わった打ち方をしてきたというところで、さあこれねバフ引いてんのいいっすね。うん、不気味に次配置できるかなっていう感じですけど、まあ左 X これならあれだけどね。
まあ、じゃあこっち来たんで、これは重ね消しつつの角に不気味に置いていくって感じですね。そしてノイデルもね、しっかり引いております。はい。さあ、ノイデルしっかり引いている。そして不気味に置いていきます。リンガットも引いてるんで、はい。っていう感じですけども。さあ、相手次のターンどうするかというと、ここは C1 にアベレ置いてくるって感じですね。はい。さあ、僕のここの引きはファネル。これはもう動線作っていきますかね。このファネルを早めに引ければ、結構早めに決着にね、持っていくこともできるんで、そのコンボ動線のし、コンボ動線次第ではね、はい。これね、シェルケリーがね、60% 条件がついてて、これがちょっと邪魔になってますね、60% 条件が。そうですね、これ 60% 条件なければね、強いんですけどね、うん。ほんとその、シェメキリーのコンボって相性も良くないんですけど、60% 条件ついてるんで。まあなんですけどね、スキルが防御でコンボ回復、コンボ回復じゃないよ、コンボバフっていうキャラクターがね、うんってところで。しかもシェメキリー 75% あるから2ターン、それがちょっと魅力的で採用しちゃったって感じですね。アイドルンディーズからもいいのかな、ここね。ちょっと次変えてみようかな、構築。さあ、そのことさておき、相手バウグルス置いてくる。やはり引いたんで、これは C6 に置いて動線を一気に作っていきたい。さあ C6 ハラキ打っていく。でエスプラザからのハラキ、ハラキじゃねえわあやめ召喚していく。ダブコンできてるけど、これは消されるかな、角で。まあでも角消すと一応シュミキリのコンボ発動すればダブコンになるんですけど、これ発動しないですね。はい。さあここ引いてくるのはウンディーネ。うんいいね、まあ、配置ですかね。2倍コンボ。はい、配置していく。さあ、回復入れつつって感じでいきますけど。さあ、次、相手がどうしてくるか。全員を F5 に置いてくる。ただ、これ、2名で3枚返しあるぞと。今見返すとね、ここでノイで打ってもよかったかもしれないけど、ここはもうバフをかけていきますと。はい、しっかりバフかけて、さあこれで、まあ暗黒でいうところのジリアンとロンレイは受けたっていう感じですね。はい。あとは手駒版のトネルも引くだけっていう感じですかね、バフに関しては。そこでエスペランサ消さないと2倍コンボが待ち構えている。ただ相手は左下 X にフォーティア、フォーティアでダメージ痛いですね。めっちゃ駒があるんで、こっちのこれはもうノイでアタックします。はい、2倍コンボがあるうちにノイレでちょっと悩んでるけど、これ殴りに行きますと。さあ5800大将食らって、3倍、2倍、2枚返し、15000火力、強い強いぞノイレ。さあこれはもう勝ったんじゃなかろうか。さすがにこのターンでは飛ばせないんで、そうやってハンナを威力に置くが、これはもちろん届かない。そしてエンデが引いている状況、これはもうA の2に置いてね、ノイレコンボ使って飛ばしに行きましょう。さあ2枚返し、 1.8 倍、火力は1万5000超えていく。よし、対戦ありがとうございました。ということでラスト3戦目いきましょう。さあ最後は神タンミラー、これ結構ね相性いいと思います。そう、防御系も入ってるし、そう結構耐久は多分神タンには基本強いと思うんで、まあそのバフで結構押されるときついところありますけど、まあ大体は多分相性いいと思うんでね。さあちょっと手駒が圧迫されているそこはね、動画的にもデッキ的にもね、ちょっとノイレが捨てらんないんで、そうこれはね、そうそうバフもちょっと余せたくないからね。さあ攻め切り、このタイミングで引いてしまう。これは捨てるしかない。攻め切りね、結構強いんですけどね、このタイミングだとね、これは捨てるしかないということで捨てていきましたと。さあ次僕として変置きが欲しいですね。そして相手も次何を置いてくるか、変置きがまあ引いているかどうかって感じですけど、ポポン置いてくる。この感じでも変置きがまあ引いてないですね。しかもカットも入るんで、これはいいですね。さあウンディーネ引いていく。変置きだけどあんまり強くない。毎ターン250回復もね、はい、毎ターン250、まあちょっとですね、ちまちま。まあ、最後には多分いい仕事してると思うんで、合計で言ったらね。はい。
配置して、まあ、これ B さんかな普通に。はい、B さんにアラジン連れてくると。てか、まあ、事故ってるのかな相手。さあ、こっちは、キーマンも引いてく。これ強いですね。4ターンのシールド。これ、神ターン相手にかなり効きますからね。さあ、4ターンシールドしっかり張っていきます。そして、相手はここで、打ってくるのが、悩んでますけど、ヴィーナス。そう、このタイミングでヴィーナス打ってくれるのはめっちゃありがたいですね。さあ、こっちは、テュラン。さあ、回復でね、HP を戻していきましょうと。そう、この回復とキンマも合わせて耐えていきたい。そして、ウンディーネもあって1250回復。結構多いですね。さあ、アルベルダをディーノ2に置いてくる X かなと思ったんですけど、こっち来ましたね。あるわけない。さあ、これは名前忘れた。ホムラか。合ってるよね。あれホムラだよね、これね。さあ、これはちょっと、右上 X が悩みましたけど、これは E のように置いていく。さあ、回復もかなり入る。3000以上の回復入れましたね、今ね。さあ、相手どうするこれ。さあ、左上 X 置いてくる。これは3枚同士に組めるチャンス。これはバフコンボが欲しいところ。はい。回復でした。回復でしたってことで、これまあカードから打っていきますね。そう、バフコンボだったら A の2でもよかったんですけど、これはカードからいきます。そこで C1 に次ね、あのバフコンボを置ければっていうところなんで。さあ、先に相手が変大きい駒引いてくる。不気味に配置。そして金魔門が切れる。さあ、これ腹焼き、これはもう腹焼き置きますね。はい。さあ、そこの悩みは結構強いぞ。消せない。そしてこれ角を取るとこっちダブル動線組めるんで。さあ、どうする。相手はこれ角を置いてきます。さあ、これバフコンボ引ければダブルコンボ組めるぞ。ファネル、ファネル、まあまあ強いけどって感じですね。強いけどちょっと今じゃない。ただここでちょっとあれ、コンボ動線ばらまけるんで、それ強いですね。ダブルコンボできる確率結構高いですね。さあ、相手はこれどこに置いてくるんだ。まあでも置ける場所的に多分左、まあ左辺しかないですかね、相手ね。さあ、かなり悩んでいるが、置いてくる。で、これちょっとね、僕、ま、ミスっちゃったんです。これ3枚で飛んでましたね。そう、3枚で飛んだんですけど、僕ちょっと、計算ができなくて、これ今、見たらこれどう考えても飛ぶんですけど、6倍出るんでね。そう、ウンディーネ2倍出るし、ノイで3倍出るんで、6倍出るんですけど、ちょっと計算できなくてこっち置いちゃいました。まあ、でもこれはこれで、そのロマン砲のチャンスはありますから、ダブルコンボがね、あるかもしれないんで、っていうところで、相手は、イグシタイク添えてきた。さあ、これダブル動線繋がったぞ。エスペランサのダブル動線繋がった。2倍、2倍の3倍。これどんだけ出るんだ ?12 倍か?さあ、これはもうノイでとどめ刺すしかない。代償を受けて3倍、2倍、さらに2倍、3倍返し。33,000。これぞノイでってことで、皆さんもね、ぜひ神とおかノイで使ってみてください。ということで、また次回お会いしましょう。